はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、LINE Pay を使って傘をシェア、相傘のサービスが素晴らしいということでお伝えしていこうと思います。ということで、まず概要からお伝えしていこうと思うんですけども、LINE Pay キャッシュレスで傘をシェア、相傘ということなんですけども、傘シェアリングサービスの相傘というんですが、こちらの企業さんが東京都渋谷区に次いで、福岡市でサービスを展開を開始したということですね。でそもそも相傘とは何なのかということなんですけども、相傘は LINE 公式アカウントと友達になることで、簡単に傘を借りれるサービスを利用することができて、なんとそして LINE Pay で支払いが可能ということです。そして主な特徴なんですけども、1日たった70円で借りれる、 LINE で簡単に傘を借りれる、手ぶらで外出が可能ということで、いや素晴らしいですね。借りる手順なんですけども、ステップ1、傘シェアスポットの場所と本数をチェック。ステップ2、傘の QR を読み取り利用スタート。ステップ3、好きなだけ利用。ステップ4、返却用 QR を読み取り傘を畳んで返却完了ということで、これめちゃめちゃ簡単ですよね。実際の料金表というのがこちらですね。まあ見てわかる通り、まあ確かにコンビニとかで5、600円ぐらいでビニール傘を買うよりかは断然お得ということですね。そして今回は東京渋谷に続いて福岡市で相傘が使えるようになるということで、キャンペーンが開始されました。福岡限定 LINE Pay で1円傘キャンペーンということで、期間は5月の21日から6月の20日までということで、まあ一応 LINE の公式ページにもあったんですけども、もしかすると延長の可能性もありということで書いてました。今回対象となるのが、まあ期間中に福岡市内の傘シェアスポットにて、まあシェアリング傘を利用した時に支払い方法を LINE Pay に設定されている方というのが対象ということですね。まあ1円で借りれるということなので、ほぼ無料に近いのかなと思います。ちなみに福岡市のどこで使えるかに関しては、下の概要欄に記載しておきますので、ぜひ見てみてください。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。最近ですね、本当各地で大雨が続いたりですとか、そしてもうすぐ梅雨の時期なので、そんな時にこのようなサービスがあるっていうのはとてもありがたいと思います。ましてやまあキャッシュレスの生活をしている僕からしてみると、とてもいいサービスだなと思いますので、まあぜひ使ってみようかなというふうにも思いました。ということでこの動画がいいなと思ったら、チャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。